藤原不比等、長屋王と政権のリーダーが変わりました。藤原不比等の4人の子供たちは長屋王を排除する長屋王の変を起こしました。しかし藤原の4子は病で相次いでこの世を去りました。藤原の4子に続いてリーダーになったのは皇族の立花の諸江という人物でした。立花の諸江は藤原不比等の奥さん、阿形の犬飼いの道代の元旦那さんとの子供です。ここまでを見ると藤原不比等、長屋王、藤原の4子、立花の諸江と藤原氏と皇族が交互に政権のリーダーになっています。立花の諸江は遣唐使として帰国した吉備の真備と宋の玄房からサポートを受けて政治を行います。お寺が多い平城京ではやはりお坊さんの影響力が強かったようです。しかし藤原四氏の三男、藤原馬飼の子、藤原の広次が自身の地位の低さに不満を持っていました。太宰府に赴任していた藤原の広次は立花の諸江を批判し、吉備の真備や玄房を政治から下ろすよう要求し、大規模な反乱を起こしました。740年、藤原広次の乱です。ただ聖武天皇が派遣した兵と激戦の末鎮圧、藤原氏の勢いはさらに落ち込むことになりました。しかし藤原氏の名家が反乱を起こしたことに朝廷は大きく動揺しました。聖武天皇は都を平城京から国京へ移しています。陰謀に自殺、流行り病、さらには反乱です。聖武天皇はこの悪い気を払うかのように戦闘を繰り返すことになります。また仏教の力を借りて国を安定させようともしました。藤原広次の乱の翌年、741年に出された国分寺建立の御事の理がその代表です。お寺を建てまくって仏様のパワーをもらえというわけです。743年には大仏建立の御事の理も出します。いわゆる奈良の大仏を作りなさいと命令を出したのです。ちなみに御事の理とは天皇からの命令という意味です。さて聖武天皇は元正天皇からの課題にも取り組みます。なんだかわかるでしょうか。土地不足と税収不足です。聖武天皇は743年、墾田永年私財法を出します。土地不足解消の切り札です。身分に応じた一定の範囲に限り、自分で開拓した土地は永遠に自分のものでいい、国に返すことはしなくていいという法律を定めたのです。税金として租は納税しますが、それ以外は全て自由。頑張れば頑張った分だけ子孫や孫にまで土地を残すことができます。公地公民は破ることになりますが、税収を確実に確保し土地を広げることができる凄まじいパワーのある法律です。そしてこの墾田永年私財法は大きく時代を動かす法律でもありました。なぜなら私有地、荘園が増えていくから。この頃の私有地を荘園といい、特にこの時代は初期荘園と呼びます。ただこの法律は貧富の差を生み争いを呼びます。眠っていた人間の欲を叩き起こした時代のターニングポイントになる法律です。土地を開拓して地主になる者と税負担で逃げたり雇われたりする者と明暗がはっきり分かれました。公地公民、藩田収受は次第に崩れていくことになるのです。聖武天皇は娘の後見天皇に位を譲り、太上天皇、上皇としてサポートをしていました。ただこれは後見天皇の母、光明皇后の権力が再び復活したということです。下火だった藤原氏が復活したのです。光明皇后は藤原四氏の長男、藤原睦丸の子で甥っ子の藤原仲丸をそばに置きました。さらにこの頃、聖武天皇、立花の諸江が相次いで亡くなります。皇族のライバルがいなくなったことで今度は藤原の仲丸が政権のリーダーとなります。藤原の仲丸はおじいちゃんの藤原の不比等が作成し、ゴーサイン待ちだった養老律令にゴーサインを出し、藤原氏復活をアピールしました。しかしこれに黙っていないのは皇族サイドです。亡くなった立花の諸江の子、立花の奈良丸は反藤原氏勢力と協力して藤原の仲間を打ち倒そうと密かに計画を立てていました。しかしこの計画は事前に漏れてしまい、立花の奈良丸は
厳しい取り調べの末殺されてしまいました。これが757年の立花の奈良麻呂の変です。この後藤原の仲麻呂は圧倒的権力を獲得、新たに順仁天皇を即位させ独占を強めていきました。順仁天皇は天武天皇の孫でしたが、目立った存在ではなく到底天皇になれる人物ではありませんでした。しかし藤原の仲麻呂に大抜擢されたのです。順仁天皇は選んでくれた藤原の仲麻呂に恵美の推勝という素晴らしい名前をプレゼントしました。しかし実権は恵美の推勝こと藤原の仲麻呂です。太政大臣の地位につき権力を独占、絶好調でした。しかし晴れの日は長く続きません。光明皇后が亡くなるという大雨が降ったのです。そもそも恵美の推勝が偉かったのは光明皇后という存在があったからです。後ろ盾がなくなった恵美の推勝は一気に孤立します。ついでに順仁天皇も。一方後見上皇は母である光明皇后を失ったショックで病にかかってしまいます。ただ看病してくれたお坊さんの道教にベタ惚れ、病はみるみる回復し道教をそばに置いて寵愛するようになります。今朝廷は2つの勢力に分かれています。一つは落ち目の恵美の推し活と順仁天皇、もう一つは上がり上司の道教と後見上皇。均衡を破ったのは恵美の推し活でした。道教を排除しようと兵を出したのです。しかし後見上皇がすぐに対応し、乱戦の中で恵美の推し活は殺されてしまいます。一人ポツンと残った順仁天皇は淡路の国へ島流しにされてしまいました。こうして完全決着。これが764年恵美の推し活の乱です。勝利した後見上皇は再び天皇になる朝訴を行い、聖徳天皇となりました。では政権のリーダーは、そうお坊さんの道教です。道教は聖徳天皇のサポートのもと異例の大出世をします。太政大臣前時、法皇と政界、仏教界両方のトップになったのです。道教の家族も高い位の地位につき、大寺院が各地に建てられるなど仏教と政治が究極に近くなりました。そんな中ある事件が起こります。宇佐八幡宮神託事件です。769年太宰府からの使者が豊前の国の宇佐八幡宮にて、道教を天皇にすれば天下太平になるという神のお告げがあったと報告したのです。大好きな道教を天皇にしたかった聖徳天皇は大喜び。ただ藤原氏を筆頭に道教に反対する人々はもう一度神様の意思を確かめるため和気の清麻呂を派遣します。戻った和気の清麻呂は皇族以外から天皇は出ない、皇族を天皇にせよと報告しました。これに聖徳天皇はブチギレ、和気の清麻呂を流罪にしましたが、道教は天皇になれませんでした。この翌年、聖徳天皇は独身のまま後継者を指名せずに亡くなります。当然、後ろ盾がいなくなった道教は失脚、追放されました。後継者がいなかったため、藤原の桃川らの協議の結果、後任天皇が即位することになります。奈良時代は、藤原の不比と長屋王、藤原の四子、立花の諸へ、藤原の仲麻呂、道教と続き、藤原氏と皇族が政権を奪い合い、そこに僧侶まで絡むカオスな時代だったのです。カオスがゆえに仏教で国を安定させたいという気持ちが前面に出すぎました。結果として仏教が力をつけすぎ、政治にまで口を出してきたのです。そのため次の平安時代は舞台が奈良から京都へ移ります。仏教から政治を切り離すため、地理的にも仏教から距離を置くことにしたのです。こうして新たな時代の幕が上がります。794年平安時代の始まりです。聖徳天皇が亡くなったことで道教は失脚、ただ聖徳天皇は後継者を指名していませんでした。そのため藤原の四子で馬界の子、藤原の桃川を中心に次期天皇について協議が行われます。結果壬申の乱以降、天武天皇系だった血統を天智天皇系に戻そうということに決まります。そして指名されたのが天智天皇系の後任天皇です。後任天皇は軍を小さくして
お金を節約し、ドロドロだった政権をきれいにしようとしました。この改革は息子の桓武天皇にも引き継がれます。784年、桓武天皇は平城京に代わる新しい都を作り始めます。理由は仏教勢力と大和政権から続く豪族たちを物理的に遠ざけるためです。仏教勢力も豪族も政治に口を出して天皇のリーダーシップを邪魔しすぎました。新しい都は淀川が通り交通の便がいい長岡京にしようということに決まります。しかし作っている最中に建築部門のボスで馬界の孫にあたる藤原種継が暗殺されたことで急遽取りやめになりました。そこで794年、淀川のより上流にある平安京に遷都することになったのです。いよいよ400年近く続く貴族と文化の時代、平安時代の始まりです。桓武天皇は2つの仕事に力を入れます。平安京造営と江見市討伐です。平安京は一応794年に完成しましたが、都の内部をちょこちょこ整備する造営作業を続けていました。また江見市という朝廷の言うことを聞かない東北地方のグループを倒すことも同時に行います。この頃江見市はボスの当て類を中心に無視できないくらい強大化していました。桓武天皇は坂の上の田村麻呂を征夷大将軍に任命し、大軍を送り岩手県北部まで制圧しました。では江見市と戦う兵士は誰、平安京を整備するのは誰、いつの時代も犠牲になるのは民衆です。兵隊にも整備にも人を取られたため工作ができなくなり、結果として税収も安定しませんでした。朝廷内でも整備と軍事の二大事業を中止すべきという声と完成まで続けるべきという声に分かれています。さて桓武天皇はどんな決断をしたのでしょうか。桓武天皇はなんと二大事業を中止することにしたのです。そのため江見氏は滅亡まで追い込めず、平安京も内部は未完成のままとなったのです。ただ民衆にとっては無理な労働がなくなったことになります。また国司が交代するときに不正をしないように見張る影有志という官職を新たに作りました。このように桓武天皇は庶民ファーストの政治を行った天皇ということになります。806年、桓武天皇が亡くなると息子の平城天皇が即位します。しかし平城天皇は病気がちで、わずか3年で弟の嵯峨天皇に位を譲り、さっさと奈良の平城京へ帰ってしまいました。さあこれからは嵯峨天皇の時代かと思いきや、平城京の空気が変わっていました。というのも平城京にこもった平城上皇はとても体調が良くなっていたのです。逆に嵯峨天皇が病にかかってしまいます。そうなると平城上皇の奥さん藤原のクス子とその兄藤原の仲成は、平城上皇を再び天皇にする長宗をさせようと計画を立てていました。ちなみに藤原のクス子仲成兄弟は暗殺された藤原種継の子供たちです。つまりこの天皇どっちなの騒動は藤原の四季家が裏で暗躍していたということです。平城京で平城上皇と藤原兄弟の影響力が強くなってきました。これに対し平安京の嵯峨天皇も警戒を強めていきます。京都の平安京と奈良の平城京、2つの朝廷が対立する事態に発展したのです。そして810年、藤原のクス子に説得された平城上皇は強硬手段に出ます。平城京への遷都を宣言したのです。これに対し嵯峨天皇は平城京を封鎖し遷都を拒否したため、平城上皇は兵を出します。嵯峨天皇は坂上の田村麻呂を送って対応、とてもかなわなかった平城上皇は泣く泣く平城京へと帰っていきました。結果武力衝突とまではいかないものの、藤原の仲成は射殺、藤原のクス子は服毒自殺、平城上皇は出家してお坊さんになるということで決着しました。この二所朝廷による皇位争いをクス子の変と言います。藤原の仲成の処刑の方法は公式ではない弓矢による処刑で、くしくも父藤
藤原の種継ぐと同じ死に方となったのです。このクスコの変を受けて嵯峨天皇は九郎殿等という新しいポジションを作りました。天皇の側近中の側近、最強の右腕です。天皇と政治が強く結びついていることをアピールする狙いがあったと考えられます。この九郎殿等に任命されたのが藤原の冬継ぐという人物です。藤原の冬継ぐのひいおじいちゃんは藤原北家の創始者、藤原の房咲です。つまりクスコの変で落ち込んだ四季家に代わり、藤原の北家がパワーを持つことになります。また都の警備を担当し治安維持に当たった検非違使という役職も作りました。桓武天皇の征夷大将軍景義から始まり、九郎殿等、検非違使、摂政、関白など両家の官と言います。両家の官とは大宝律令の領になかった新しい官職のことです。そもそも律令は唐という大国向けに作られたルールです。その律令を日本にそのまま持ってきても当然うまく機能しません。そこで両家の官を作り、律令を日本風にアレンジしたのです。ちなみに平安京も唐の町をモデルにしたものです。やはりこれも日本には合わず、ちょこちょこ手直しが必要だったのです。これが桓武天皇が二大事業として行っていた造営です。そんな平安京に遷都した一番の理由は何だったか覚えていますか？それは政治に口を出すようになった仏教から離れるためでした。ただ普通に考えて離れたら追ってくると思いませんか？仏教は京都の地まで追いかけてこなかったのでしょうか？結論は奈良の仏教は京都に来れませんでした。理由は京都を真空パックで閉じた二人の天才がいたからです。お坊さんの最澄と空海です。最澄は天台宗、空海は真言宗という新しい仏教スタイルをスタートさせました。この新スタイルは密教と呼ばれ、やはり唐から持ち込まれたものです。奈良時代、平城京で盛んだった仏教はなんと6宗でした。平安京から見て南の都の6つの宗派という意味です。古代日本に大陸から仏教が伝わります。なんだかよくわからないが素晴らしいものらしいということで、仏様の考えにたどり着くためみんな一生懸命仏教を勉強しました。結果こうだからこうという筋道を立てた理論を重視した仏教研究第一のなんと6宗が出来上がりました。ちょっとガリ勉っぽいイメージです。一方密教とは仏様にお祈りをして素晴らしい仏様のパワーで幸せになろうというものです。難しく言うと家事祈祷で現世利益を求めたのです。つまりこの世で幸せになれますようにとお祈りをしたのです。このスタイルから密教は貴族の間でバズりました。幸せイコールお金持ちになれますようにとみんなお願いしたのです。もちろんただお祈りして幸せになろうなんて甘いです。密教では修行を大事にします。なんと六宗はいろいろ理論武装をしてるけど、まずは修行ガチろうやというスタイルが密教なのです。最澄は比叡山延暦寺をホームに、空海は高野山金剛峯寺をホームに密教を盛り上げます。こうして真空パックの天才が奈良の仏教に対抗する新時代の仏教を京都で流行させたのです。さて次回は平安第一の闇、多子排斥事件を見ていこうと思います。お疲れ様でした。平安時代に入り藤原氏の勢いはどんどん加速します。810年に藤原の冬継が九郎殿等に就任してからは、藤原北家が藤原氏の中でも勢力を伸ばすことになります。藤原氏は元から官僚としての能力を高める英才教育を受け、外戚として天皇と親戚になってのし上がってきました。さらに藤原北家は多子や藤原氏内のライバルを排除する多子排斥を行って、その地位をがっちり固めていきます。そんな多子排斥事件の数々を見ていきます。当時朝廷ではトップの嵯峨上皇が亡くなったことで、次期天皇の皇位継承争いが起こっていました。
この皇位継承に関連して友の小網と橘の早成が裏切り行為を行ったとして突然逮捕流刑になりました。当時の皇太子常貞親王は責任を取って退位することになります。そして新たに門徳天皇が即位しました。実はこの門徳天皇、藤原良房という人物の甥っ子にあたります。藤原良房とは元九郎殿と藤原冬継の子で北家の出身者です。お察しの通り、藤原北家と天皇家が結びつき、友の氏と立花氏が狙われたこの排斥事件、上和の変を起こしたのは門徳天皇の叔父でもある藤原良房です。858年、門徳天皇の子清和天皇がわずか9歳で天皇に即位します。9歳のため誰かが代わりに政治を行うことになります。果たして誰が？当然藤原良房が皇族以外で初となる摂政として清和天皇の代わりに政治を行うことになります。866年、摂政藤原良房のもとにある知らせが飛んできます。平安京の正門応天門が焼け落ちた。大納言の友の義雄は左大臣の源誠が放火したと密告し、源家を兵で包囲しました。しかし事情を聞いた藤原の義房が弁護し、一旦兵は源家から引きました。実は公の高取という人物が友の義雄ら3人が応天門から走り出した直後火が出たと密告したのです。一体事件の真相はどこにあるのでしょうか。事実は意外なところから転がってきます。別件の殺人事件で捕まっていた友の義雄の部下が厳しい尋問の結果、応天門放火まで自白したのです。これを受けて友の義雄に仲間が自白したと告げると本人も認め、事件は解決。この応天門の変はもともと仲が悪かった源誠をはめようとした陰謀事件だったのです。首謀者の友の義雄は流罪となり、上和の変でも責められていた友の氏は完全に没落。思わぬ形で藤原の義房は2回目の他氏排斥に成功したのです。藤原義房の死後は養子の藤原の元常が実権を握りました。清和天皇の次の雍正天皇もまだ幼かったため、藤原の元常も同様に摂政として政治を行うことになります。しかし藤原の元常と雍正天皇は仲が悪く、結局55歳の高校天皇が新たに即位し、藤原の元常は成人後の天皇をサポートを行う実質的な関白になりました。これは自分を天皇にしてくれた藤原の元常に対するお礼で、正式には関白という役職はありませんでした。高校天皇は年齢もあって即位からわずか3年で亡くなります。次は21歳の宇田天皇です。ここで揉めました。藤原の元常を正式に関白にするために任命式を行います。あなたを関白にしますと天皇が声明を出しますが、1度目は慣例上一旦拒否をします。さて2度目です。2度目の任命式では中国の阿公という役職の責任を持って関白になってと声明を出します。しかしこの阿公という役職はいわば名誉職、具体的な仕事がない役職です。これに藤原の元常は激怒します。仕事のない役職、つまり仕事ができないから何もするなということかと文句をつけて仕事を放り投げ拗ねてしまいました。困った宇田天皇は直接藤原の元常と話し合いますが解決せず、結局外部からのこれ以上の揉め事は藤原氏のためにならないというメッセージで事態は収まりました。この阿公の憤慨は21歳という若い天皇に対して藤原の元常が権力を誇示し主導権を握ろうとした事件だったのです。この4年後の891年、藤原の元常はこの世を去りました。ここで宇田天皇は何を思うでしょうか。もともと藤原氏をよく思っておらず、加えて藤原の元常には意地悪をされています。宇田天皇は藤原氏を遠ざけ、代わりに学者の菅原道真を九郎殿等に任命し重要視しました。ちなみに阿公の憤慨を終わらせたメッセージを送ったのも菅原道真です。この菅原道真が宇田天皇に提案したのが遣唐使の廃止です。白紙に戻そう遣唐使です。滅亡しそうな党にわざわざ危険を冒してまで行く必要はないとアドバイスしました。
実際この13年後に唐は滅亡するので正しい判断だったと言えます。ここで興味深いお話があります。遣唐使の廃止により大陸と交流しなくなったことで日本独自の文化の国風文化が生まれたと考えられがちですが、実はそうではありません。というのも日本はずっと中国をモデルに政治システムを導入していました。ただ大陸規模のシステムは日本には大きすぎたので律令や都を日本風にカスタマイズしました。このカスタマイズこそ国風化であり国風文化の先駆けです。さらに894年頃には唐や秦らの商人が続々日本にやってきています。危険を冒してまで遣唐使を派遣しなくても大陸の情報は彼ら商人が教えてくれます。どうやら遣唐使廃止後の方が大陸との交流が多くなり、決して鎖国的な理由から国風文化につながったわけではなかったのです。さて宇多天皇は皇位を息子の醍醐天皇に譲ります。醍醐天皇は摂政関白を置かず自分で政治を行うスタイルを取りました。醍醐天皇は父宇多上皇の意思で菅原道真を右大臣に、藤原氏から藤原時平を左大臣に置いて政治のアドバイスをもらっていました。ただ宇多上皇は位を譲った後も自分の側近を配置したり政治に口を出したりしていました。右大臣菅原道真もその一人です。そうなると醍醐天皇が任命した藤原時平とは何もなくとも対立関係に発展します。宇多上皇菅原道真と自分で自由に政治を行いたい醍醐天皇藤原時平の対立が表面化していきます。そんな中醍醐天皇の奥さんとして藤原時平の妹が推薦されました。ただ宇多上皇はこれに猛反対。赤穂の紛議の苦い経験から藤原氏の天皇家入りは反対していたのです。まして左大臣藤原時平が外戚政策を狙っているとなれば絶対に許せません。ちなみに藤原時平は赤穂の紛議を起こした藤原元常の息子です。宇多上皇は藤原時平も嫌いだったのかもしれませんね。しかし醍醐天皇自身は官僚の英才教育を受けた優秀な藤原氏と連携して政治を安定させようとしていたため宇多上皇とは意見が合いませんでした。そんな中宇多上皇が菅原道真の娘婿を推薦しようとしていると朝廷内で噂が流れます。それを聞いた醍醐天皇はこれ以上宇多上皇サイドを好き勝手にさせないと菅原道真を太宰府に左遷する命令を出したのです。これが4つ目の多子排斥事件に数えられる正体の変です。これ以降醍醐天皇と藤原時平は縁起の地という天皇自らが政治を進めるスタイルを目指します。そんな縁起の地では重点的に3つの事柄を進めます。1つ目は縁起客式の作成、2つ目は古今和歌集の作成、そして3つ目が反田収受の立て直しです。反田収受は戸籍に登録した農民に土地を与えて税を取り死後返却させる制度でした。しかしこの頃にはその戸籍が全くの役立たずになっていました。というのも重い税負担に耐えかねた農民がどこかへ逃げたり税の軽い女性と偽る議席が増えていたからです。もう誰から税を取ればいいのか分かりません。そこで朝廷は稼ぎのある金持ち農民に土地を与え指定農民として税を回収していました。この流れに墾田永年私財法で土地を得た貴族まで便乗し指定農民システムを採用しました。しかしこれは反田収受の約束から大きく外れるものです。そしてこの約束違反を正すために縁起の荘園整理令が出されます。指定農民システムを禁止としたのです。しかし反田収受と戸籍の崩壊は止まらず醍醐天皇の時代以降反田収受は完全に消滅してしまいます。では逃げた農民は何をしていたのでしょうか。その農民にも人生があります。もちろん真っ当な人生を送った人もいましたが中には盗賊や強盗集団という犯罪に手を染める者も増えました。さらに複雑になった土地の状況からトラブルも続出。土地トラブルに備えて農民が自ら武器を持ちました。そうです、武士の登場です。朝廷内では滝口の武士が警護につき武士の時代へ突入します。また
階級貴族や皇位継承権のない皇族が平や源の姓を与えられ、新しいポジション、王領氏や追武氏につくようになります。これは増加した盗賊や強盗団を逮捕する役職です。こうして醍醐天皇の時代が終わる頃、土地のごたごたから武士が誕生し、地方では身分の壁を越えて力のもと人が集まる時代がやってくるのです。さて次回は城兵天行の乱と栄華を極めた藤原氏を見ていこうと思います。お疲れ様でした。いよいよ日本は中世、武士の時代を迎えます。武士はどのように現れ日本に根付いたのか探っていきます。始まりは税負担に耐えきれず与えられた土地を捨てた農民にたどり着きます。朝廷は彼らを不老逃亡と呼んで、他の農民にあれはダサいよと意識させたのです。しかしそんな不老逃亡農民に憧れる人もいました。というのも、不老逃亡農民というのはフリーランスに近い存在になったからです。この頃戸籍は全く意味をなさなくなっており、朝廷はとうとう人ではなく土地に税をかけ始めます。つまりフリーの元不老逃亡農民が土地に居つき、土地を使っている間は税を納め、いなくなったらまた別のフリー農民が来て税を納める。人は逃げますが土地は逃げないので、朝廷は土地に税をかけたのです。また農民も税に縛られることなく生活ができました。このように土地を使って税を納めた農民を田都と言います。税がかけられた土地は名と呼び、大名の由来になります。田都が名を請け負って税を納めるこのシステムは不名体制と呼ばれました。さらに一部有能な田都は逃げた先の土地を自ら開発し、開発領主にパワーアップします。フリーランスから経営者になったのです。土地にかかる税さえ納めれば土地の開発は自由だったからです。では土地をどんどん増やす開発領主はどのように自分の土地を守るのでしょうか。自ら武装して自衛するのです。そう、武士の登場です。そして武士は皇族ともつながりを深めます。皇族は後継ぎを確実に残すため子供をたくさん作ります。しかし全員出世できるわけではありません。末っ子などは皇族の身分を返上して位の高い家臣になる親戚降嫁が行われていました。親戚降嫁は今に始まったことではなく、古くは桓武天皇の家臣になった桓武平氏、清和天皇の家臣になった清和源氏に大きく分かれます。彼らはもともと皇族なので身分は高く、棟梁として農民の武士をまとめ武士団を形成していきました。一方朝廷では醍醐天皇の子朱雀天皇と摂政関白に任命された藤原忠衡が政治を支配していました。藤原忠衡は時衡の弟にあたります。そしていよいよ成長した武士団が大事件を起こして歴史の表舞台に出てきます。関東と西日本でほぼ同時に起きた平将門の乱と藤原住友の乱です。この2つの乱を合わせて城兵天行の乱とも言います。平将門はおじいちゃんが桓武天皇から平という姓をもらって現在の千葉県で国司をしていたことから関東に基盤があります。若い頃は藤原忠衡の下で修行し、朝廷では滝口の武士として働いていました。しかし父が早くに亡くなったため関東へ戻ります。しかし平将門のお家は大変なことになっていました。亡くなった父は3人の叔父たちにお金を横領されていたのです。さらにその3人と平将門の間には女性をめぐっての確執もありました。身内間で激しい争いが起こりますが、平将門は連戦連勝、関東にその名を轟かせる結果となりました。関東でボスになった平将門は様々な相談事を受けるようになります。そんな中藤原春明という人物と日立の国司の間で税金絡みのトラブルが起こり、藤原春明は平将門に助けを求めてきました。日立国司からはチクった藤原春明を引き渡すよう要求がありましたが、平将門はこれを無視、
金銭トラブルは合戦へと変わります。いきなり合戦？なぜそんな大事になるのでしょうか。実は平将門は藤原氏が牛耳る朝廷とやりたい放題で重税や労働を強いる国士たち、要は朝廷そのものに強い反抗心を持っていました。日立国士との合戦も反朝廷の思いが強かったため起こったのです。この合戦で平将門は日立国士軍の3倍の兵を相手に圧勝、朝廷から与えられた印綬さえ略奪し日立国を支配下にしました。これは完全に朝廷を敵に回した反乱行為です。朝廷サイドは平将門に関して領土と女性関係の身内トラブルがある人程度の認識だったため大混乱。さらに平将門は勢いを増し関東8カ国を占めた上、苦しめられた民を味方につけ自らを親王と名乗りました。慌てた朝廷は平将門を討った者は貴族にすると全国に通達。貴族に憧れていた横領氏の藤原秀里と平将門のいとこで因縁があった平貞盛が協力して出陣。結果平将門は額に矢が命中し戦死、反朝廷軍は鎮圧されました。これが939年に始まる平将門の乱です。一方西では藤原の住友が反乱を起こします。藤原の住友は藤原北起出身のエリートで藤原の元恒を大叔父に持ちます。しかし父を早くに亡くしたことで朝廷内での出世は難しくなり、伊予国の国司に就任しました。そこで瀬戸内海に出没した海賊を取り締まる仕事をしていました。しかしその海賊の多くは藤原の住友と同じく出世争いに敗れたり、いわばリストラのように朝廷から追われた者たちばかりでした。藤原の住友は各地で海賊をコテンパンにしていたため、瀬戸内を中心に武闘派のボスとして有名になっていました。藤原の住友は国司の任期満了後も伊予国に留まり、突然海賊のボスになり朝廷に歯向かうようになります。理由は諸説ありますが、有力なのは自分と境遇が似ており、対峙すべきは海賊ではなく朝廷だと藤原の住友が海賊と接するうちに感じたことでしょう。藤原の住友が海賊サイドに寝返ると、今までの武勇伝から味方は数多く集まります。そして瀬戸内周辺の国々をどんどん制圧していきます。朝廷も反撃かと思いきや、朝廷は藤原の住友に過去の海賊退治の褒美を渡すと媚びてきたのです。なぜでしょうか。これには大きな理由がありました。東国で起きていた平将門の乱です。東で手一杯なのに藤原の住友まで対処する余裕はなかったのです。この提案を受けた藤原の住友は褒美を受けるため平安京へ向かいます。しかし状況は一転、平将門の乱の鎮圧に成功したため藤原の住友に媚びる必要がなくなったのです。朝廷は回れ右で西の反乱を制圧するため追武士の小野義振を総大将とした海賊制圧軍を送り込みます。こうして藤原の住友率いる瀬戸内海賊と朝廷軍が激突します。初戦の舞台讃岐の国では藤原の住友が勝利し、そこから西へ西へと戦場が移ります。瀬戸内海は藤原の住友にとってホームなので朝廷軍を相手に奮闘します。しかし朝廷軍の圧倒的兵力を前に朝廷へ寝返る海賊も出てきました。ほころびが見え始めた藤原の住友は状況を好転させるため西の最重要拠点太宰府を奇襲制圧します。ここを取られてはまずい朝廷軍はさらに兵力を増員して奪還に向かいます。太宰府で最終決戦が始まりました。東の陸から小野義振が、北の海から海軍が太宰府を攻撃。瀬戸内海と違って思うような戦いができない藤原の住友はじりじり後退。とうとう朝廷軍は大きな損害を受けながらも瀬戸内海賊を撃破。藤原の住友も捕まり京へ送られます。しかしその道中藤原の住友は謎の死を遂げてしまいました。理由は今も分かっていません。これが939年に起こった藤原住友の乱です。東国と西国同じ時期に起こったこの城兵転業の乱は武士による初の大規模反乱であり、武士の存在感がさらに増した事件でした。
一方朝廷は横領氏や追武氏といった地方の有力武士の力を借りなきゃいけないほど力不足なことが世間にバレてしまいました。さて朝廷では大反乱を受けた朱雀天皇の後を村上天皇が継ぎました。村上天皇は醍醐天皇と同じく摂政関白を置かない天略の地を目指し、醍醐天皇の縁起の地とまとめて縁起天略の地と呼ばれました。この神聖は後の天皇たちの良いお手本となりました。村上天皇は和道開珎から始まる本朝十二遷のラスト権現大宝を作ります。しかしこのお金は質が低くあまり流通せず、これ以降中国から輸入したお金を使うようになります。村上天皇が亡くなると再び藤原氏による摂関政治が始まります。中心人物は前朱雀天皇時代の摂政と関白を担当した藤原忠衡の子、藤原実朝です。この藤原北家による摂関政治に待ったをかけたのが醍醐天皇の子で左大臣の源高明です。源高明は皇族ですが親戚降下をしたため源を名乗っています。神聖を進めたい源高明 VS 摂関政治を行いたい藤原北家が明確に対立します。そんな中969年に安南の変が起こります。藤原北家による多子排斥の最後の事件です。村上天皇亡き後の皇位継承争いで源高明がよからぬことを企んでいると噂が流れたのです。真偽は不明ですが、疑いをかけられた源高明は太宰府に左遷されました。もちろんこの安南の変を起こしたのは藤原北家です。対立していた源高明を排除したことで朝廷は藤原北家が独占。これ以降摂政関白が常に配置される藤原氏全盛期を迎えます。藤原北家がここまでのし上がれたのにはもう一つ理由があります。ズバリ脱税です。人から土地へ税金のかけ方が変わったように朝廷から派遣される国司のあり方も変わっていました。今までの国司は国とその税金を管理するいわば公務員のような存在でした。しかし不老逃亡農民の増加で税収が安定しません。そこで朝廷は税金を確実に取るため国司の権力を強めました。税金さえ回収できれば何でもありにしたのです。つまり税金を多めに取って自分のものにしてもいいし、農民たちを別の労働力としてもいい。さらに言えば現地さえ行かなくてもいいのです。現地へ行かず代理の木代を派遣したテレワーク国司を容認と言います。逆に現地へ行ってバリバリ税金を取る国司を受領と言いました。受領はたっぷり税金を取るし、容認は現地に帰すらしません。そんな国司たちと不明体制で土地を得た開発領主や大名たとはもちろん対立します。国司は何とか税金を絞り取ろうとしますが、開発領主ら農民からすれば国司の財布へ直行するお金を払うつもりはありません。そこで開発領主は藤原氏ら上級貴族や大寺社のもとへ行き、ある相談をしました。収穫物をタダで分けるからこの土地の持ち主になってくださいと。土地の名義を形だけ権力者に代わってもらったのです。これで国司は自分の財布へ行くような税金を上級貴族からは取れません。開発領主は国司に払う税金より少ないダメージで土地を守ることができます。上級貴族は何もせず家で寝ているだけで米がじゃんじゃん入ってきます。名義を代わってもらうことを寄進ということから、この対国司用私有地を寄進地形荘園と言います。この寄進地形荘園は藤原北家の成り上がりと栄華を陰から支えていました。次回はそんな藤原氏の全盛期と台頭する新たな勢力を見ていこうと思います。お疲れ様でした。安南の変以降、藤原北家が摂政関白を独占。その財力を支えたのは仮名義の寄進地形荘園でした。そんな藤原北家の頂点に立ったのが藤原道長です。藤原道長は藤原氏の伝統外戚政策に恵まれた人物でした。まず天皇の奥さんになる娘に恵まれ、天皇の後継ぎになる男子の孫に恵まれたのです。
4人の娘を天皇に嫁がせ、3人の天皇のおじいちゃんとなりました。三女を天皇に嫁がせた際には、この世は我が世とぞ思う餅つきの欠けたることもなしと思えば、という即興の歌を詠み、その繁栄ぶりを表現しました。ちなみにこの歌は藤原道長の日記、御堂関白記には載っていないので注意してください。藤原道長は晩年出家して北条寺を建設、権力は息子の藤原頼通に受け継がれました。今から約1000年前の1019年、藤原頼通は関白に任命され、以降50年にわたって朝廷のトップに君臨しました。そして藤原頼通は藤原氏栄華の象徴、平等院鳳凰堂を建設します。しかし藤原頼通には娘がなかなか生まれませんでした。父と違って外戚政策に恵まれなかったのです。ようやくできた娘と養子の娘、二人を天皇に嫁がせますが、今度は天皇の後継ぎになる男子が生まれません。神が藤原氏の時代を終わらせたのか、伝統の外戚政策が使えない藤原氏勢力はこれ以降急速に落ち込むことになります。一方地方では権力を持て余した受領がやりたい放題しています。武士は土地をめぐった争いや紛争が絶えず、都市部では疫病も蔓延していました。そんな混乱状態にさらに追い打ちをかけたのが末法思想です。釈迦亡き後、長い年月が経ち過ぎたことで仏教の正しい教えが失われ、悟りも得られず修行の意味もない時代、末法という仏教暗黒の時代が来るという考えです。その末法元年はまさに藤原頼通の時代だと噂されました。社会不安に加えてこの末法思想は庶民を絶望させました。こうした背景の中、新たに広まった仏教が空也による浄土教です。この世が末法で絶望なのだから、せめてあの世は極楽浄土に行きたいね、という教えです。極楽浄土で人々を救ってくれる仏様阿弥陀仏を信仰し、南無阿弥陀仏という念仏を唱えてお祈りをすることが民衆に広まりました。そしてこの浄土教は貴族の間でも広がります。末法の時代とされた藤原頼通は平等院鳳凰堂を建てて平安を祈願しました。さてこの時代、武士の存在感ももう無視できなくなっています。1019年、中国大陸東北部の民族女真族が朝鮮半島の高麗を襲った勢いそのままに、約50艘の船で壱岐・対馬に襲来、略奪強奪を繰り返しました。藤原正忠らが抵抗するも太刀打ちできず殺されてしまいました。女真族はそのまま筑前の国に上陸し強奪を続けます。1500名を超える被害が出ましたが、太宰府に就任していた藤原高家が九州の武士団を率いて迎え撃ち、見事撃退しました。当時日本ではこの襲撃者をトイと呼んでいたことから、この事件をトイの入港と言います。先の原稿と同じく、港の字には外国からの襲撃という意味があります。トイの入港は久しく戦乱のなかった朝廷や貴族を驚かせました。その10年後、1028年にはまたも関東で大反乱が起こります。平将門の乱と同じく、国司と対立した平忠常が大反乱を起こしました。平将門の乱から約100年が経っています。成長した武士団はとてつもない勢いを持っており、朝廷から派遣された3団体全てを撃破していました。朝廷は最後の切り札として源頼信を派遣します。源頼信は各地で受領を経験し、藤原道長にも仕えた文武ともに最強の武士です。源頼信の出陣に平忠常は戦わずして降伏したと伝えられています。この反乱を制圧した源氏の噂は瞬く間に広がり、源氏が関東、東日本へ進出するきっかけにもなりました。英雄源頼信の伝説はまだ終わりません。前九年の駅です。前九年の駅の舞台は東北ですが、当時の東北はどういう状況だったのでしょうか。時を少し戻して平安時代初期の桓武天皇の頃、東北の蝦夷討伐を行いましたが、完全降伏をさせることはできませんでした。
境界として岩手県と秋田県あたりで区切り、その先は朝廷の力の及ばない世界となっていたのです。その後、秋田側の出羽の国を支配したのが清原氏、岩手側の陸奥の国を支配したのが安倍氏でした。時を戻して源氏が関東へ本格進出した頃、陸奥の国の安倍氏は勢力を拡大し、独立国のようになっていました。朝廷を政府と認め、税金も納めていましたが、安倍の頼時が力をつけてくると、次第に税金をサボるようになります。1051年、税金サボりの罰として、陸奥朝廷軍が出陣します。現在の宮城県鳴子温泉付近で戦闘になりますが、結果は安倍氏の圧勝。陸奥朝廷軍は大量の死傷者を出してしまいます。ここで登場するのが英雄源頼宣の子、源頼義です。源頼義は陸奥の軍隊長に就任します。英雄の息子の名は東北の安倍氏のもとにまで届いていました。源頼義が陸奥に来たことを聞いた安倍頼時は戦わず降伏、英雄に忠誠を誓いました。こうして前九年の役は源氏の統領源頼義が安倍頼時を従えたことで終わりを迎えたかに思えました。しかし藤原頼義の部隊が安倍頼時の子に襲われる事件が発生します。源頼義は事情を聞くため安倍頼時を呼びつけますが拒否されました。こうして再び源頼義の朝廷軍と安倍氏の戦いが始まります。前九年の役は終わっていなかったのです。ただこの事件、本当に安倍氏が仕掛けたのかは疑問が残ります。安倍氏を滅ぼして陸奥国を支配しようとした人物が行ったのかもしれません。一進一退の攻防の中、1057年、安倍頼時は津軽へ向かう途中で戦死します。それでも安倍氏は奮闘し、冬の寒さという地の利も生かして2度にわたる朝廷軍との戦いに勝利しました。実は朝廷軍とは言うものの、この2度の戦いの最中、その朝廷から援軍や食料が送られたことはありませんでした。朝廷軍とは名ばかりで、ほとんど源頼義中心の源軍で戦っていたのです。さすがに状況が厳しく、源頼義は関東以南からも兵力を集め、朝廷に頼ることを諦めました。英雄の名から多くの武士が集まりましたが、まだ足りません。そこで目をつけたのが出羽の国です。出羽の国を支配していた清原氏に接触、清原武則を総大将とする清原軍をも味方につけたのです。清原氏の援軍により形勢は逆転。12年に及ぶ激戦の末、1062年、安倍氏の総大将が戦死したことで源頼義の勝利が確定しました。この東北を舞台にした戦いを前九年の役と言います。さて次回は藤原北家の影響が消えた朝廷と五三年の役を見ていこうと思います。お疲れ様でした。脱税、土地を持つ開発領主が権力者に土地の名義人を任せ、税金の取り立てから逃れる、まさに平安時代の脱税だった寄進地形荘園を改めようとする者はいませんでした。朝廷は税収が減って困るはずなのに、どうして？それは土地の名義人になった権力者こそ朝廷を牛耳る藤原一族だったからです。しかし藤原の頼通には男子の孫が生まれず、天皇の親戚になることができませんでした。つまり外戚政策に失敗したのです。こうして約170年ぶりに藤原氏を祖父に持たない天皇、後三条天皇が即位することになったのです。そうです、やっと藤原氏に遠慮することなく寄進地形荘園を改善することができます。過去土地については醍醐天皇が902年に縁起の荘園整理令を出して改革をしましたが、150年以上経った今、再び改革し直そうという動きになったのです。1069年、縁起の荘園整理令を出して記録荘園研究所という役所を作り、荘園の審査管理を徹底しました。1045年以降にできた荘園を審査し、不正な荘園は没収しました。また記録荘園研究所で審査を行うのは国司ではなく、朝廷から派遣された官僚が行いました。結果、不正な荘園は国司が直接支配する朝廷の土地、公領となり、貴族たちが治める荘園とは分かれることとなりました。後三条天皇の後は息子の白河天皇が継ぎ、
摂関政治の時代は完全に終わりを迎えました。実は後三条天皇は皇位継承の順番を決めた上で白河天皇に位を譲っていました。白河天皇の次は白河天皇の弟を天皇にすると決めていたのです。ところが白河天皇は1086年、わずか8歳の自分の息子堀川天皇に位を譲り、自らは上皇として政治を陰から操りました。約束が違いますが、この時後三条天皇はすでに亡くなっており、文句を言える人物はいませんでした。摂関政治が終わった途端、今度は院政と呼ばれる上皇が政治を行う新システムが始まったのです。堀川天皇の後は鳥羽天皇、崇徳天皇と位を継ぎ、本来天皇になるはずだった白河弟家を皇位から遠ざけました。そして院政のスタート地点、白河上皇は天皇ではなく、いわば OB です。これまでガチガチに縛られていた天皇のルールやマナーは通じません。引退した OB には部活のルールが適用されないのと同じです。そのため、これまでのような官僚ではなく、上皇お気に入りの貴族や武士が院の近臣として実権を握りました。このように上皇には摂関政治の藤原氏のような絶大なパワーがありました。もちろん白河上皇は最強の権力者でしたが、どうしても勝てないものが3つあったようです。鴨川の水、すごろくの際、三法師、これぞ我が心にかなわぬものと平家物語に残しています。鴨川の水は氾濫の多い鴨川による災害、すごろくの際はサイコロの目、そして三法師とは比叡山延暦寺の僧兵です。古くからの鎮護国家や浄土教の広がりから、仏教勢力もまた絶大なパワーを持っていました。ただそんな仏教勢力も土地のごたごたに巻き込まれています。土地やお寺を守るため、武士と同じようにお坊さんもまた武装をしたのです。この武装した僧侶を僧兵と言います。特に比叡山延暦寺の僧兵が厄介で、たびたび豪祖という宗教行事に見せかけて自分たちの要求を押し通すことをしていました。白河上皇は僧兵とはいえ仏教徒による豪祖をほとんど認めていました。仏様からの罰を恐れたためです。白河上皇は出家して白河法皇になるほど仏教を熱く信仰していたためです。白河上皇はこうした武力勢力から身を守るため、特別警護の武士団として北面の武士を新たに設置しました。院の北側の部屋で待機した SP です。北面の武士には源氏や平氏が選ばれ、朝廷の軍事力アップにも貢献しました。一方武士の世界ではまたも東北で血が流れます。前九年の役に続き後三年の役が始まろうとしていました。1062年の前九年の役で安倍氏は滅亡。その後、棟梁の源頼義が亡くなり、前九年の役で共に戦った息子の源頼義が陸奥にとどまりました。出羽国の清原氏は大宇地方をまとめ、一大勢力となっていました。それから20年の月日が経ち、前九年の役で活躍した清原の武則から孫の実平へボスの座が移ります。実平には父親の違う弟清平と家平がいます。複雑な血縁関係から対立していました。ちなみに清平家平の母は滅亡した安倍氏のボス阿部の頼時の娘で、もともとは藤原氏方の奥さんでした。大変です。清原氏のボス実平は嫡男が生まれなかったため、養子を取り源頼義の娘と結婚させました。実平はその結婚式の際、実平の叔父卑弥呼の秀武がお祝いとして頭上に捧げた砂金を無視し続けました。なんと囲碁に夢中で無視していたのです。これにぶち切れた卑弥呼の秀武は砂金を庭にぶん投げて出て行きました。これに逆切れした実平は卑弥呼討伐のため挙兵します。実平と仲が悪かった清平と家平も卑弥呼側で参戦しますが、兵を引き上げて対応した実平の前に正面衝突はならず、お互い一旦退却しました。ちょうどその頃、源義家が陸奥に就任してきました。このごたごたを知った源義家は、妹の旦那でもある実平サイドについて攻めてきた清平家平軍を迎え撃ち、見事撃退しました。しかし大喧嘩の張本人
実平は病で突然この世を去ってしまいます。一旦戦いは収束し、源義家は実平が治めていた土地を清平と家平にそれぞれ分け与えました。しかしこの分け方に不満を持った家平が清平の館を襲撃、奥さん子供が全て殺されてしまうも清平は生き残りました。こうして再熱した戦いに源義家は清平サイドについて文句を言っている家平を攻撃しました。ところが冬という季節の助けと清平サイドの準備不足もあって、まさかの敗戦。名門源家の棟梁に勝った家平はさらに難攻不落の要塞金沢柵へ移り徹底抗戦しました。源義家清平も攻め込みますが大苦戦、攻め落とすことができません。すると卑弥呼の秀武が兵糧攻めを提案します。降伏した者も見せしめに処刑する徹底ぶりで作戦としては成功。食料の尽きた家平は敗走し討ち取られました。戦いが終わったのは1087年のことでした。しかしこの御左年の役は清原氏の仲間割れ騒動に源義家が勝手に首を突っ込んだとみなされ、朝廷からご褒美が出るわけでも戦費が支払われることもありませんでした。つまり戦った関東の武士たちにも給料が出ないということになりますが、源義家は自らの財布から朝廷に代わって武士たちに給料を払い続けました。この男気あふれる行為に関東の武士は感動し、源氏と固い絆が結ばれることになります。これは後の源頼朝による鎌倉幕府成立の基礎となりました。清平は清原氏最後の生き残りとして清原領のすべてを手に入れ、実の父親の姓藤原を名乗ります。東北の雄となる奥州藤原氏の祖となったのです。岩手県平泉をホームに樺太、シベリアまで広く交易し、アザラシの毛皮や砂金など高価な品々を手に入れ、大金持ちの武士へ成長します。中尊寺金色堂が金色なのは砂金を大量に手に入れることができたためです。さて次回は武士が主役になる保元の乱、平治の乱を見ていこうと思います。お疲れ様でした。前9年の役、御左年の役と大活躍し武士の主役に躍り出た源氏でしたが、ここで一転、主役の座を奪われる事件が起こります。源義家の次男源義親が騒ぎを起こしてしまったのです。そもそも源氏は武士の主役とはいえ朝廷の主役ではないですし、まして全国的な主役でもありません。関東東北圏のヒーローというだけで朝廷から見ると院政を邪魔しかねない厄介者です。実際御左年の役では朝廷から源義家に報酬は全く出ませんでした。その息子である源義親もまた重要な役職に就けるはずがなかったのです。源義親は西の対馬に飛ばされます。それでグレてしまったのか、はたまた最初から乱暴者だったのかは不明ですが、源義親は対馬の地で朝廷の役人を殺害した上略奪を繰り返しました。流された沖からも逃走し出雲で大暴れしました。しかも源義家の弟と四男が別件で内輪揉めを起こし、源義家自身も高齢、長男は幼い頃に亡くなっており、三男に至っては何をしていたのかさえ分かりません。もはや源氏に源義親を抑える力はないと判断した朝廷は、桓武平氏一族伊勢平氏の棟梁平将盛に源義親討伐を命令しました。もともと関東がベースだった平氏の一部が伊勢に移ってできた武士団が伊勢平氏です。なぜ移ったのか、それは源氏による関東支配を嫌ったためです。ライバルの源氏のエラーは平氏にとってその地位を奪える大チャンスということ。平将盛は固い決意を持って源義親を襲撃、半月ほどで源義親から5人の首を持って帰還しました。当然源氏の評価は地の底に落ち、逆に平氏の評価が急上昇しました。一方朝廷では院政の始まり白河上皇が亡くなり、上皇には鳥羽上皇、天皇は崇徳天皇となっていました。しかし鳥羽上皇と崇徳天皇は親子の関係でありながら仲は最悪でした。噂によると崇徳天皇の本当の父親は白河上皇で鳥羽上皇の子ではないとのことです。真偽は不明ですが鳥羽上皇が崇徳天皇を嫌っていたことは事実です。そこで鳥羽上皇は崇徳天皇の弟
近衛天皇に皇位を譲らせます。近衛天皇が亡くなると崇徳上皇のもう一人の弟後白河天皇に皇位を与えました。鳥羽上皇によって天皇になれた後白河天皇とのけ者にされた崇徳上皇、対立関係が分かりやすくなってきました。そこに武士や藤原氏の思惑も重なります。平氏は源義親の乱制圧で評価を上げ、平正盛の子平忠盛と孫の平清盛が台頭。源氏はそこまで落ちた信頼回復のため棟梁の源為義が貴族社会と接近していました。藤原氏は後三条天皇時代から遠ざかっていた権力の座摂関の地位を取り戻そうとしています。時の関白藤原の忠通は男子が生まれず、弟の藤原の頼長を後継者としました。しかしその後藤原の忠通に念願の男子が生まれてしまったのです。こうなると弟より我が息子関白をめぐって藤原の忠通と藤原の頼長の兄弟喧嘩が始まります。このように皇室藤原家源平の権力争いが複雑化する中、1155年、近衛天皇が亡くなるのです。近衛天皇の後は後白河天皇が皇位につきました。こうして鳥羽上皇後白河上皇サイドにつく者、崇徳上皇サイドにつく者に分かれ、対立構造が出来上がりつつありました。後白河天皇が即位した翌年の1156年、鳥羽上皇が病に倒れます。権力闘争に敗れつつあって不満を抱いていた崇徳上皇や藤原の頼長を抑え込めていたのは大権力者鳥羽上皇がいたからです。それを分かっていた鳥羽上皇は北面の武士平の清盛を味方につけました。同じく北面の武士だった源為義、為朝親子は崇徳上皇サイドの藤原の頼長と仲間だったため崇徳上皇サイドにつきました。7月になり暑くなるといよいよ鳥羽上皇の命も残りわずかでした。生きているうちに仲直りをしようと崇徳上皇がお見舞いに向かいましたが、鳥羽上皇はお見舞いを断固拒否、我が遺体を崇徳に見せるなと命令したほどでした。これには崇徳上皇もブチギレましたが、鳥羽上皇が亡くなるとこれが不利に働きます。鳥羽上皇亡き後崇徳上皇と藤原の頼長が国家反乱を企てていると噂を流されたのです。二人は全財産を没収され崖っぷちに追い込まれました。こうなると戦争です。戦力は藤原の頼長の警護をしていた平忠正がつく一方、頼長と対立する藤原の忠通と源為朝の兄源義朝が父の妻のいとこが鳥羽上皇の乳母だったことから後白河天皇サイドについて完成。いよいよ平安の関ヶ原方言の乱の火蓋が切って落とされました。それは一族同士で敵味方に分かれて切り合う悲劇でした。実は勝敗は戦う前からほぼ分かっていたのです。後白河天皇サイドの平清盛はご存知、次世代エースです。源義朝も源氏のボス、兵力は圧倒的なのに対して崇徳上皇サイドの兵力は少数でした。よく戦ったものの勝敗はあっという間に決してしまい、崇徳上皇サイドの完敗でした。崇徳上皇は捕まり讃岐へ流され、藤原の頼長は逃走中に矢が命中し戦死、源為義は自分の子源義朝によって処刑され、平忠正は自分の甥平清盛によって処刑されました。終わってみれば方言の乱は政治トラブルを軍事的に解決した結果となり、後白河天皇は晴れて最高の権力を手に入れました。しかしこの政治トラブルを軍事的に解決するという方法は後の平治の乱、そして何より武家政権への時代へと続いていくことになるのです。まさかこれを機に700年続く武家政権幕府が誕生するなど誰も思わなかったことでしょう。方言の乱に勝利した後白河天皇は位をこの二条天皇に譲り、堂々と院政を開始します。しかしここで政治の実権を握ったのは新税というお坊さんでした。名を藤原の道則といい、後白河天皇の相棒を務めました。もともと藤原の道則は藤原氏の中では地位も低く、出世を諦めて出家し新税と名乗りますが、新税の奥さんが後白河天皇の乳母をしていた縁で一気に側近へ成り上がります。仕事は幅広く荘園の整理や役人選び治安維持まで行いました。新税が行う仕事には武力が必要だったのです。
そこで信西は保元の乱でも活躍し、北面の武士として最大兵力を持っていた平清盛に近寄ります。平清盛も信西を武力でサポートしつつ、瀬戸内海貿易の重要拠点播磨や宋との貿易の玄関口太宰府を支配下にして、お金をガンガン稼ぎました。これにいい顔をしなかったのが藤原信頼という人物です。後白河天皇に慕われた高級官僚でしたが、格下の信西が贔屓されていることにムカついていました。信西が平氏に接近したのに対し、藤原信頼は源氏に接近します。その相談を受けた源氏は、保元の乱で東国の武士を率いた源義朝です。源義朝は保元の乱で共に戦った平清盛ばかりがいい思いをしていることに腹を立てていたのです。二人は反信西反清盛で結託し、平清盛が京都を離れている隙に挙兵します。皇居を襲撃し、上皇と天皇を人質に取るクーデターを仕掛けたのです。これが1160年平治の乱です。皇居にいた信西は一度は逃げるも見つかり自害しました。信西の排除という目標は達成できましたが、それは平清盛が不在だったため、事件を知った平清盛が京都に戻り、スパイの力も借りて後白河上皇と二条天皇は脱出します。さらに平清盛は伊勢兵士です。京都に戻る際、伊勢や伊賀の仲間たちと合流し反撃開始。打つ手のなかった藤原信頼と源義朝はあっけなく敗戦となりました。結果、藤原信頼は斬首、源義朝も戦死しましたが、息子の源頼朝は伊豆へ流されました。本来反逆者は復讐に備えて赤ちゃんまで殺してしまうものです。しかし源頼朝は奇跡的に処刑を逃れます。平清盛の母が源頼朝が死んだ実の息子に似ていることを聞きつけ、処刑しないよう断食してお願いしたためです。平清盛は母の願いを聞いて源頼朝を処刑せず、伊豆へ流罪としました。ご存知の通り、源頼朝は大復活を果たし、逆に平氏を滅亡させ、鎌倉幕府を開くことになります。あの時慣例通り処刑していれば、時代はまた大きく違っていたことでしょう。さて、次回は上者必須最後の源平合戦を見ていこうと思います。お疲れ様でした。幕府誕生の起点にもなった保元の乱、平治の乱に連勝した平清盛、明治期日清日露戦争に連勝した日本のように、平安の大合戦に連勝した平清盛の勢いも半端なものではありませんでした。平氏の棟梁にとどまらず、武家政治的権力を持った武士団のボスとなり、平家政権をスタートさせました。西日本の武士を従え、中でも有能な武士を地頭に任命し、荘園の支配者として土地の管理や治安維持を任せました。さらに現在の神戸港、大和田の泊という港を整備し、貿易船の安全を確保しました。これにより宋人が多く来日し、日宋貿易はより盛り上がりを見せました。この日宋貿易の収入に加えて、清盛の財政を支えたのはやはり寄進地系荘園でした。話は変わりますが、成功した方法を変えるということはかなり勇気が必要です。うまくいっていたバッティングフォームを簡単に変える人はそういません。清盛もまた同じでした。長らく権力のそばにいた藤原氏のやり方を変えることができなかったのです。清盛は娘の徳子を高倉天皇に嫁がせ、その子安徳天皇のおじいちゃんになって、朝廷お墨付きの権力者となります。これはまさに藤原氏と同じ外戚政策です。貴族に憧れがあったのか、貴族的な性格もある清盛は朝廷の最高位太政大臣に就任。一族で高級官僚を独占する独裁ぶりを発揮しました。平家にあらずんば人にあらず、圧倒的兵力と財力、朝廷をも支配する権力と、世はまさに平家の全盛期でした。しかし栄華を極めても調子に乗れば長続きしません。平氏以外の武士や貴族は独裁政権平清盛に不満や反感を持ち始めます。そんな中、1180年強引な福原京遷都に武士や貴族たちの不満が爆発。出家した後白河上皇改め後白河法皇の子持ち人王と保元平治の乱で勝ち残った実力者源頼政が挙兵しました。しかし圧倒的兵力の平治軍の前に惨敗、鎮圧されました。しかし持ち人王による命令文、持ち人王の領事は全国を飛び回り
各地の武士を呼び起こしました。打倒平家と源氏再興をかけて各地の武将が出陣。こうして源平大合戦、自称寿永の乱が始まりました。源氏の主役は伊豆に流されていた源頼朝、信濃の木曽義仲です。ちなみに木曽義仲は源義仲とも名乗っていました。このように源や平が姓でもあえて土地の名前を姓とする武士もいました。源氏では新田姓、平氏は北条姓、藤原氏系の足利姓からは畠山、細川、今川姓があります。そうです、戦国武将の系譜、後の鎌倉時代を支える武将たちがもうすぐそこで控えているのです。さて合戦はというと、源頼朝は挙兵するも石橋山の戦いで平治軍に大敗してしまいます。大ピンチの頼朝でしたが、後に鎌倉幕府時代でも頼朝を支える梶原景時らが援軍を送り助け出しました。頼朝の挙兵は関東各地に広まり、反平家派の武士が続々集まりました。そもそも関東の武士といえば御三年の役で源氏とは固い絆で結ばれています。彼らは関東の本拠地相模国鎌倉でリベンジマッチに備えました。平清盛はその鎌倉へ孫の平維盛を総大将とした軍を進めます。富士川の戦いです。しかしこれは源氏軍があっけなく勝利します。というのも頼朝軍は味方が味方を呼び、数万から数十万という大軍勢となっていたのです。一方の平治軍は人気が落ち目ということもあり、寄せ集めの兵隊で士気も高くありませんでした。この戦いは諸説ありますが、目立った戦闘もないまま平治軍は撤退を決めたようです。頼朝サイドの甲斐源武田軍が背後から忍び寄った際、驚いて飛び立った鳥の羽音を襲撃と勘違いした平治軍が大混乱、戦わず負けたという説などいくつかあります。そもそも頼朝の最初の目的は京都で平家に代わって政権を握ることでした。しかし一戦を終えた関東の武士たちは関東の治安維持と安定を望みました。そこで頼朝は一旦最前線から身を引き、関東の平定に専念することにしました。そして頼朝に代わって合戦の最前線に立ったのが弟の源範頼ともう一人の弟で奥州藤原氏のもとにいた武の天才源義経です。この翌年の1181年1月、高倉上皇が亡くなり後白河院政が復活。2月には平清盛が立て続けに亡くなりました。清盛は葬儀は無用、頼朝の首を我が墓前に備えよと言い残し、無念のままこの世を去りました。偉大な指導者を失い戦も負け続けの平氏でしたが、さすがは一時代を築いた武家、このままでは終わりません。4月に体制を整えて再度東国へ挙兵、現在の長良川で頼朝の叔父を撃破しました。この流れに乗って西の反乱軍も制圧した平治軍は今度は北陸に目を向けます。北陸は平家にとってかなりの重要拠点でした。というのも1181年は春夏と雨が全く降らず、逆に秋は台風が来たことで作物がろくに取れず、京都を中心に大飢饉となっていたのです。そんな京都の食料は近畿と北陸を中心に賄っていました。頼朝のいとこでもう一人の主人公信濃の木曽義仲が北上し、まさにここ北陸で平治軍を打ち破っていました。木曽義仲の侵攻に対し北陸を奪われてはいけない平家は、平維盛を総大将とする約10万の木曽義仲討伐軍を派遣しました。平維盛にとっては富士川の戦いのリベンジマッチでもあります。一進一退の攻防の中、1183年、いよいよ大決戦栗原峠の戦いが始まります。10万の大軍相手に木曽義仲はどう戦ったのでしょうか。木曽義仲は別部隊 A を塩山へ向かわせ、自身の本隊は砺波山へ進軍し奇襲をかけました。驚いて退却する平治軍を先回りさせた別部隊 B と挟み撃ちにし、唯一の逃げ道へ敵を誘導。その先に待っていたのは栗原峠の断崖絶壁。逃げ場のない平治軍は続々と谷底へ落ちていき、平治軍10万の兵は壮絶に敗れ去りました。この戦いでは木曽義仲軍が松明をくくりつけた牛を放ち、平治軍を混乱させた火牛の計が使われたという伝説もあります。突然ですが、なぜ頼朝はいとこの木曽義仲に援軍を出さなかったのでしょうか。10万の兵を相手に重要地北陸を奪われる危機なのになぜ。実は木曽義仲と頼朝は仲が悪いでは済まされない関係性です。木曽義仲の父は
実の兄で頼朝の父源義朝と対立した結果、義朝の息子で頼朝の兄源義平に討たれています。木曽義仲にとって頼朝は父の仇であり、自身も復讐に燃える武士、仲間どころかもはや敵対関係です。しかしそれは頼朝にとっても同じです。平治の乱後、情けで命を懸けられた頼朝は命を助けた平家を今滅亡に追い込んでいます。過酷な運命を生きた頼朝にとって反逆の芽はどんなに小さくても許すことはできません。そんな木曽義仲は栗原峠の戦いに勝利し、京都へ入り制圧。平家は京の町を捨て、安徳天皇と三種の神器と共に西へ逃げました。しかし木曽義仲軍が来たことで京都の食糧不足は悪化し、軍の略奪窃盗が増え、期待に反して治安が悪化してしまいました。さらに木曽義仲は自信推しの天皇を無理に立たせようとしたため、ついに周りの反感を買ってしまいます。結局高倉上皇の子の後鳥羽天皇が即位することになり、評判の悪い木曽義仲に代わって頼朝を京に呼ぼうという声が強まりました。さて1183年10月は 98% の金環日食でした。闇夜に包まれた備中で木曽義仲軍は大敗を喫します。太陽が欠けていく異常現象に恐怖する木曽義仲軍に対して、平家は暦を作っていたことからこの日に金環日食が来ると分かった上で戦略を練ったのかもしれません。この水島の戦いで敗れた木曽義仲は後白河法皇から見捨てられてしまいます。後白河法皇は鎌倉の頼朝に接近し、木曽義仲と頼朝は完全に対立関係となりました。実は自称寿永の乱中期は木曽義仲と源頼朝による源氏同士の潰し合いが行われます。水島の戦いで兵を失い、この状況から木曽義仲を裏切る兵士も続出。逆に頼朝軍は弟の義経も合流し万全です。勝負は早々につき、木曽義仲は矢を顔に受けて戦死しました。これが宇治川の戦いです。一人の主役が壮絶に散ったのです。一方平家は水島の戦いの大勝で勢いを盛り返し、中国四国九州北部を支配下に置きました。事の発端でもある戦闘予定地摂津福原まで勢力を押し戻しました。京都では平家との和解案も出ましたが、協議の結果三種の神器を取り返す大義名分のもと、源範頼と義経を中心に平家に攻め込むことが決まりました。1184年、源範頼と義経は大軍を率いて二手に分かれ総攻撃を仕掛けました。義経が第一ラウンドを制すると、続く一ノ谷の戦いではわずか70騎で断崖絶壁を駆け上り奇襲を行い、平治軍に致命的なダメージを与えました。平家は屋島へ逃げ、日宋貿易時代の水軍を復活させて瀬戸内海で力を蓄えました。源範頼は3万の兵を率いて追撃に向かいますが、源氏軍には水軍の準備がありません。九州に渡ることができず苦戦し、進軍できませんでした。このピンチを聞いた義経は摂津、熊野、伊予の水軍を味方につけて出陣。誰も船を出さない嵐の中出航し、平家の拠点を襲撃しました。しかし少数での攻撃だったことがバレて激戦となりました。両軍が疲れ切って休戦となった夕方、平治軍の船から美女が現れ、扇を掲げて射抜くよう挑発しました。これに那須与一が挑戦し、見事撃ち抜きます。これが扇の的という有名な名場面ですが、本当にあったのかは不明です。やがて源氏軍の大軍が到着し、平治軍は四国を捨てさらに彦島へ逃げました。九州は上陸した源範頼に制圧されており、いよいよ後がありません。そして1185年、5年にわたった自称寿永の乱のラスト、壇の浦の戦いが始まります。追い込まれた平治軍は関門海峡の壇の浦で源氏軍とぶつかります。義経は西の水軍を率いて先陣を切りました。源範頼は九州の豊前で平治軍の逃げ道を塞ぎ、義経のサポートをしました。関門海峡のよく変わる潮の流れに翻弄されながらも、最後は潮流が源氏の味方をしました。義経の猛攻と源範頼の放つ矢の嵐で平治軍は壊滅。平家は次々と海に身を投げ、栄華を誇った平治は終わりを迎えました。まだ6歳の安徳天皇と三種の神器の一つ雨の村雲の剣も海へ消えることになります。壮絶に散った平治とこれからの時代を築く源氏。しかし両家の戦いはまだ
終わっていませんでした。次回は悲しき兄弟の戦いと新たな時代、鎌倉時代を見ていこうと思います。お疲れ様でした。